今日はですね、東西線のプラレールの修理出しました。で、宝富の箱ですね、開けましょう。全然な箱ですね。では、どうやって開けるの？どうやって開けるのこれ。下じゃん。うん、下か。うん。なんか全然いいな。あ、これだ。これね。ガムテープか、これ。ひげ。こんなの。なんで？え、どういうこと？あ、ここがブロックされてる。ひげ。なにこれ。はい、今日は開封でした。いや、違うな、これ。それいいんだよ。お金、買った。めっちゃ買って。高額は来るってことね。開いた、開いた。バカじゃないの、お前。直しとけ、そんなの。うん、入ってますね。特にお詫びはないですね。だって僕が話したんで。なんかちょっと変わってないかな。危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。アマゾンで買った。あ、これレシートだ。あ、まあ、これ。お、来ましたね。車体変わってませんでした。最近の開封場所はここなんだ。これが、こちらが修理した1万5000系です。帰ってきました。いや、無事帰ってきたか分かんない。電池カバー変わってません。このネジの傷が、このネジが開いてるとか変わってない。じゃあカバーっていうか、カバー自体変わってませんね。あ、確かにここの傷っていうか、この跡が残ってた。本当に平気なのかな？こっち変わってんの？これ前と変わってんねえじゃん。え？変わってない。あ、変わってる。めっちゃ変わってる。結構変わった。ちょっと試験。これでいいや。あ、変わりました。結構変わった。やっぱり